えっとですね、今やっぱりね先輩が出てきましたから僕もちょっとねなんかいけてる先輩が出てくる話をしたいなと思いますねなので、まあ、この話をしてくださった方はちょっと一回ね昔話したことあるんですけど名前何さんでしたかちょっと忘れたんでここはひろしさんに差し置いてください。 ひろしさんという方が、まあ、私の,、ね、あの昔からの知り合いなんですけれども彼から聞いた話なんですこのひろしさんに、まあ、学生時代から大学の頃から仲良かった、まあ、先輩がいるんですでこの先輩とは卒業後も仲良くしてたんですけれども先輩が、ね、ある時住んでるマンションで他の住人に変なことを言われたっていうんですね。でこのの先輩が住んでいるマンンションっていうのは、まあ 大家さんんの趣味なんでしょうねというかまあ大家さんがなんかダンス教室みたいなのをやってるのでなんかそれの告知を張りたいみたいいみなんですね入り口の玄関のところにも大きな掲示板があるんですけどこう1階とか2階とかこう全部のです、ね、階の階段の踊り場に掲示板があるんですよ。でそこにまあ大家さんのダンス教室の告知なんかもあるんですけど住人の皆さんもどうぞ自由に使ってくださいっていうんですね。 で、さらにホワイトボードがあって、ここに住人同士でメッセージも書けるようになってるんです。まあ、意外とこれが便利でま何、あ、て言うんでしょう。あの匿名でちょっと深夜の声がうるさいからとか音楽を音量下げてください。とか、なんか書かれたりして、まあ、薄々どの住人かは分かっても結構ですね。明確になんか何々号室の方なんて苦情とかあるいお願いも書けるので意外とですね。皆さん活用してたみたいなんです。で、先輩は3階の301号室に住んでたんですけど。 ある時その3階の踊り場にあるそのホワイトボードに「301号室には幽霊が出ます」401」って上の人に書かれたんですね。え <laughs> と思ったんですけど何ちゅうことを書くんだと思ってまあそ消すわけですよ。ところが何回消しても定期的に「301号室には幽霊が出ます」って上の階の人が書くんですよ。 それどころかあの横にさらに補足みたいに「出ます!」号号室室とかの <laughs> の斜め上の人まででくんですねちょっとさすがにいたずらにしても頭にくるのでなんか嫌がらせじみてると思ってですね彼はある時仕事から帰ってきてまた書いてあるので上の階に行って、まあ、インターホンを押したんですねそしたら上の階に住んでる、まあ、多分、あのー、奥様なんでしょうね、あのー、主婦っぽい方が現れて。 でその方が、まあ「なんでこんなこと書くんですか?」って言うと「あなたの家にだって本当に幽霊出るから」って言うんですよ。でその方はずっと昼の間、まあ、家にいて主婦をしていて家事をしているだけど下の階がだから彼がですね先輩が仕事に行ってる間もずっと上の階にいるんですけども下の階から物音がずっとしてるんだと。あなた1人暮らしですよねって言われて。 他ににお友達が家いいいるるわわけけでででででももななすすよよねね誰か隠れてる住んそしたら「あなたがお仕事行ってる間ずっと物音がするんだからあなたの部屋に幽霊がいるんですよ」みたいなこと言うんですよ。いや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 それ本当だったら昼の間に人が入り込んできてるからそれまずいじゃないですか僕警察に連絡しますよって言ったら401号の人が「いやいやそんなことしても意味ないわよ」。私の家ももお隣さんも もう分かってるけどあなたの住んでる部屋っていうのは何人人が変わってもずっと物音がしてるのだからあそこの部屋にはずっと幽霊が出るのよって言うんです。えって驚いたんですけどじゃあ402号の人にも聞いてみましょうかなんて言ってインターホンして出てきた402号室のそこに住んでる女性もやっぱりですね斜め下の彼の部屋からずっと音がするんだって言うんですよ。 日中もそして彼の前に住んでた人その前の人でもずっと音はするだから号室にはは幽霊がいるんんだって上の階の階人は言うんですね、まあ、この話を先輩から聞かされてヒロシさん先輩が「もう参ったよこんなこと言われちゃってさ俺の部屋本当に幽霊出るかもしれない」って言うんですねただヒロシさんこれを聞きながら余計聞いてる方のヒロシさんも参ったなと思ったんですよね 彼は先輩とは学生時代から長い付き合いで先輩とは家に遊びに行ったりする中ですだからね先輩のマンションにも行ったことあるんですよ行ったことあって先輩の301号室にも行ったことあるからよくわかるんです先輩のマンションって3階までしかないんですよ4階はないんですだから4階がないはずの401号室と402号室にあなたの部屋に幽霊がいるって俺ずっと言われてるんだよねそんな話をする先輩 ああ確かにもうここには何かいるのかもしれないなそう思った話を聞かせてくださいましたちょっとイケてる先輩の話でしたありがとうございました